国道366号線には昔から開いているお店があるわん。写真屋さんのスタジオ長屋は昭和36年に開業。店内にお邪魔すると、おや、大きな写真。実はこれお大祭りの記念写真だわん。こうした地元のイベントや学校行事など数多くの記録を残しているわん。でもそれは現在の話。開業当時の50年前はどんな依頼があったの？九州からこちらの方へ就職の方だった方の、まあ、昔でいうと女工さんって言っとったんですけど、そういう方たちが写真撮って自分のふるさとへ送ってあげる、親のとこ送ってあげるっていう、そういう時代だったもんですから。そんなスタジオ長屋さんよりもずっと前に営業していたのが育児転身堂薬局。開業はなんと今から100年以上前の明治38年。ここにはおよそ200種類に及ぶ漢方薬の原料があるんだわん。その原料をもとに新しい薬の研究をしている珍しい薬局なんだわん。そしてこちらは一見普通の住宅なんだけど、実はここ東浦町唯一の旅館なんだわん。およそ80年前から営業している丸戸屋旅館。ここは弘法参参りをする弘法の道沿いにあって、開業当時はその参拝客が多かったから弘法宿とも呼ばれていたんだわん。ともかく雑魚寝だわね。こんな一人一人の布団じゃないぐらいだ寝て、10人やそこらぐらいじゃない、20人は泊まって見えたかな。また周辺は昔織物産業が盛んで、伊勢湾台風で工場が被害に遭った時にはその修復にあたる業者の人たちがたくさん旅館を利用したんだわん。それではここで問題。今はビジネスとしての利用がほとんどの丸戸屋旅館、一泊夕食朝食付きの料金はズバリ7500円である。丸か×か。さあ子供たちは泊まった時にお金払ったことないだろうからな。さあそれでは皆さんご一緒に3、2、1、どうぞ。これはわからないでしょうが、ちょっと6年生に聞いてみようか。6年生だったらね、いくらぐらいっていうのは。じゃあ一番向こうは、奥川さん、じゃあいくらぐらいだと思います？一泊と5000円ぐらい。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。5000円ぐらいなんでしょうか。答えはこちらです。正解は×。現在は一泊5500円なんだわん。地元の旬の野菜などを使った家庭料理が自慢だわん。はい、5500円。ぜひ電話でお問い合わせ、予約してから泊まりに行ってください。